どうもミキティです。今日はですね、初めて CP プラスにやってまいりました。いやー楽しみ。ちょっととりあえずねチケット発券してまいります。ありがとうございます。 QR コード見えるんで、そういうのでフォルダに入れて、はい、ありがとうございます。よいしょ。こんなの印刷してもらいました。首からかけるやつさ持ってこなかったんだけど、くれるんだね。ちょっと本当はトイレ行きたかったんだけど、でもなぎこさんのね、市川なぎささんのトークショーが見たいんですよね。3時からで、あと10分だから急がないと。すげえ人。とりあえず我らはじゃあニコンブース、あった、あそこだ。まずニコンブースに急いでちょっとトークショー見たいんだけど、間に合えばトイレにも行きたい。すごい。すごいね。知ってる人いるかな、有名人。じゃあツイッター更新したい。ナウナウってやりたい、ニコンのところで。あ、カメラバッグとかも見たいね。思った以上に人が多いです。で、思ったより広い。もっとこじんまりしてるものを想像してたら結構広い。今回ねカメラとかももちろん見たいし、今見たいものはこの前出た富士の30万のコンデジをちょっと触りたいなっていうのと、まあ、ニコンは新製品出てないんだけどブースが可愛いらしいからそれを見たいのと、あとねこの前あの三脚吹っ飛ばし事件があったからちょっと三脚も見たいです。おー、ニコンブース可愛くない？ほらほら、ニコンブース可愛い。かわいい。こっち ZF でニコンクリエイティブタウンって言ったって。かわいいね、ニコンすごいじゃん。かわいい、かわいいで攻めてきた感があるね、ニコンは今回。まあ、新製品ないからね。展示会だっていうのは聞いてたけど、こう見るとさ ZFC とさ ZF サイズ全然ちゃうな。撮影コーナーカフェスタジオっていうのがあるんだって。すごい、モデルさん真ん中にいて撮られ放題みたいな、ね、あ、これこれこれが見たいんですよね。あ、本当だ、なぎこさんのここも見たい。はい、なぎこさんのトークショーを聞いて出てきたところで小春はるかさんと鎌田風花さんが声をかけてくれました。あの前にねニコストップのイベントでご一緒したことがあって覚えてくださってたみたいで声かけてくれてすごい嬉しかったです。ということでちょっとニコンブースでねこの後遊んでいこうと思います。ここがプレナで玉ボケ体験ができるらしい。あ、本当だ、エルポさん。では噂の富士を見に行こうかなと思って。どうだろう、触れるかな。めっちゃ並んでるかもしれないけど、行けそうだったらちょっと富士のコンデジ触りたいなと思ってます。富士フィール15分待つか。富士のブースがめっちゃ日本って感じで可愛いですね。可愛い。いや、さすが軽いですね。あ、綺麗だな。イソ感度どこですか？ダイヤルボタン上にありそうなんです。なるほど。小窓で買って、で、ここの場合は固定する場合はここでいいんですけども、はいはい、途中変えたい場合はここをキープしていただくと、ここで小窓ダイヤルで。あ、なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。せっかくモデルさんいてくれてるから。触る？軽いわ。ここの懐中時計撮って。どんくらい寄れるのかなっていうのを見たい。これそれでも買うんだったらシルバー入ってそれ欲しいな。
やっぱアナログのこの価値高い。もうさ、ちょっと ZF 使ったからこの辺ちょっと、そうそう、フィーリングが合うんですよ。ここホットシュー一応させて。そうそうそう。ファインダー見てみたい。ありがとうございました。はい、富士の X106 を触ってきました。いや、楽しかった。なんか思った以上にめちゃくちゃ軽くて、私昔ニコンのコンデジ使ってたことありますけど、なんかあれよりも全然軽かったな。なんかちょっとレトロな感じの、特にシルバーが入ってるデザインとかだと、なんかちょっとライカっぽい感じの、ね、デザイン性も感じられたりして、いや楽しいな。写りも綺麗だったし、あのデータ持って帰っていいって言われたので載せますね。30万は確かに高いけど、本当にお散歩用というか毎日持つ用としてちょっと欲しいかも知れない。 ZF はね、毎日持つ用、まあ、若干でかい感もあるので、なんかそういうポジで私リコーの GR 欲しいなと思ったんですけど、けど、まあ、買う予定ないけど、うん、でもあれは可愛かった、良きですね。ローは噂のやつはどれ？これだ、これが10mm、F2.8 魚眼ではないんだよね。浮いてる浮いてる、フィッシュアイだと思う。どんな風に映るんだろう。めっちゃ広、あ、でもこういわゆるフィッシュアイのことグニャンっていう感じではないんだね。いやでもかなりグニャンってはしてるけど、あ、もっとさ、なんかこう犬の鼻でかくなるみたいな、そのくらいかと思った。10mm すごいね。家の中なんか物件撮るのに、そう、物件とか撮るのにね、めっちゃ良さそうだよね。待って、AF のスピードが速くない？速い。へえ、こんな感じ。あれだね、 YouTuber 良さそうだね。YouTuber に良さそうなレンズだ。使える使える、速いね。思ったより全然速い。撮影したりとか、そういったのにも、うん、いいな、いいな、楽しい、楽しい会話。持ってないもんね、ここまで広角はね。そう、ちょっと検討しよう。いい経験だわ、これは。帰って検討させていただきます。ありがとうございました。めっちゃ良かった。10ミリの世界を楽しんできました。なんかすごいピント合うの早かったりして、室内で YouTube 撮ったりとかするのとか Vlog とかに良さそう。どんくらい手ぶれ補正があるかとかはあるかもしれないけど、でも10ミリなんてほぼ手ぶれ感じないと思う。あ、逆に広すぎてね。広すぎてね、分かんないと思う。パナのブースちょっと可愛い。でっかい花可愛い。いや、なんかすごい不思議な世界だ。可愛いね、でっかいポピーみたいな。PGY テックはね、ちょっとカバンとかみたい。あ、僕のやつあるよ。そう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 、ここあのアクセサリーかわいいからさ、ね、あ、ほらマンティスポット、あ、白がある。マンティスポット白ある。え、知らなかった。かわいい、マンティスポットプロって白あるんだ。知らなかった。知らなかった。へえー、ちょっとここはね、ちょっと見たい。このポーチすごい便利そうです。 PGY テックかわいいよね。程よくガジェッターっぽくて程よくおしゃれです。これ Z なの？すごいレトロな見た目のレンズだね。オールドレンズかと思った。マニュアル。マック。ノクトンって書いてる。かわいい。え、かわいいね。カラフルだし、この数字の。かわいいところとか。蹴られてる。蹴られてる。これ DX レンズ？うん、DX だから。そういうことか。どこだっけ？撮像範囲。ね、私はね、ここにセットしてる。あ、絶対欲しいやん。ニコンに合わせようか。あ、綺麗だね。コシナのマニュアルレンズ F1.2 を触って。来ました。いや、すごい綺麗だね。 F1.2 で今ね、猫展、猫写真展に来ました。いやー、かわいいな、この子かわいい。
癒しでしかない。どこの子これ。可愛いじゃない。この子いいね。猫ってなんでこんなおもろいんだろうな。最高だなこれ。見て、雪じゃん。ね、本当だね。いいポーズだね。かっこいいわこのシルエット。ちっちゃいガウガウ。あ、これちっちゃいガウガウじゃん。ほらちっちゃいガウガウ。あ、いろいろ売ってるよ。なんか靴。え、ねえ、これ持って帰っていいんだって。あ、本当だ。ポストカード持って帰ってええよ。書いてある。これもらってく？いいよ。かわいい。はい。ニコストップのイベントとかでお世話になったニコンのスタッフの方とおしゃべりをしてきたんですが、カメラをぶっ壊したことはもうご存知でした。バレてしっかり見ていただいてました。でもニコンだから絶対に直しますって言ってくれたのでその言葉を信じて信じて直るのを待ってようと思います。いやでも絶対直しますってね、メーカーの人が言ってくれるのは心強いよね。心強いよね、とてもね。あとニコンのスタッフの方にニコンっていうあの看板、なんて言うんだろう、オブジェのとこで記念写真撮ってもらったんですけど、 iPhone で撮ってもらった写真が普通にめっちゃ良くて、カメラメーカーの人が撮る写真ってすげえ上手いなって思いました。はい、初の CP プラス楽しんでまいりました。いや楽しかった。なんかあのニコンのブースを楽しみにしたっていうのはもちろんなんですけど、であの富士触りたいとかね、機材触りたいっていうのももちろんあったんですけど、やっぱあこういうところにちゃんと来ると、なんて言うんだろう、いろいろね、それ以外の周りのアクセサリーとかも結構知れて興味あるなと思ったのが、ちょっとすいません今パンフレットすぐ出てこないんですけど、印刷系で漆喰で作ってる紙を販売してる業者さんがいて、一応機種は決まってるんですけど、家庭用プリンターでも印刷ができるみたいな、あの漆喰の紙でなんかね、なんて言うんだろう、本当に壁紙みたいな、結構手触りのいいね、高級感のある紙を販売している会社があったりとか、あとあの PC バイテックがなんかね、めっちゃかっけえ SD カードケース兼リーダーみたいなの販売してて、ちょっとそれは普通に欲しいなって思っちゃって、6000円ぐらいだったからね、なんかそのうち買ってレビューとかしようかなって思っちゃう感じだったりとか、あとね、またメーカー名忘れちゃったんですけど、あのカメラバッグがめちゃめちゃいいの見つけちゃったりとかで、その周りの、ね、アクセサリー類っていうのは検索してもうまく引っかかんなかったりとか、レビューしてる人少なかったりとかで、どうかなと思ったりするものがあったんですけど、結構そういうのはね、実際足を運んで見てみるとこんなのがあるんだって知れてめっちゃ楽しかったです。であのインフルエンサーさんたちのステージ、トークステージ見たりだったりとか、以前にニコストップのイベント参加させていただいた時に、あの講師いらっしゃった小春さんとかにですね、あのお声かけていただいたりとかで、すごく楽しかったです。いや来年も絶対来たいし、来年はね、あのもうちょっと私のチャンネルも登録者数が増えてれば、ぜひあの配信ブースでライブ配信を私もやってみたいななんて思いました。まあ、ゆくゆくは呼ばれる側にもなっていけたらいいなっていうね、大きな目標を一応喋っておきます。はい、ということで今日は初の CP プラスレポート Vlog でした。私は今年はもう今日だけになっちゃうんですけれども、まだこの後行かれる方は楽しんでくださいっていうのと、来年も来ますので、来年も会場でお会いできる人がたくさんいると嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。